はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日はですね、会社にある壊れた電子レンジを直していこうという動画になります。ではどうぞ。まずですね、全く温まらないという状態 で動きはするんですが温まらない、結構よくある状況みたいですね。で、最初は、ビストがよくわからなくなるのでマーキングをしていきます。ビスのサイズごとに色を変えてマーキングしていきます。その後分解していきます。で、この外枠は5つのビスだけで止まっているの でサイドにも1つありますので注意が必要です。で、全部取って引き上げるとガバッと取れまして、で部品にダイレクトにアクセスできるようになっています。メンテナンスはわりかしいんじゃないかなというふうに思います。で、このタイマーが、接点がバチバチするので、この辺がもしかしたら、やれてるんじゃないか、ということで、取り外していきます。この辺もそんな難しい分解ではないですね。コネクタを2本抜いていきます。はい、コネクタを抜いて、このノブを引っこ抜くとですね、ビスにアクセスできるので、で、そこから取っていくという形になります。で、このタイマー中結構細かい部品入ってるので、この分解はちょっと注意が必要かなというふうに思います。で、必ずですね、その中の様子を写真撮っておくなどして復旧をしやすいようにした方がいいと思います。で、ケースを開けていきます。これはね、かなり慎重にやった方がいいですね。で、こんな感じですね。案の定真っ黒になってます。カーボンがですね、付着して接点がうまく機能してないということが考えられます。で、今回の作戦としてはサンドペーパー400番とパテヘラを使って接点をゴリゴリ削っていこうという作戦になります。はい、両面テープでですね、このペーパーをつけて、で、ゴリゴリ削っていこうという作戦になります。削る場所はですね、結構ありそうな感じでしたね。で、まず両面テープを使って工作をしています。ここに400番のサンドペーパーを使っていきます。あんまりね、粗いペーパーでやってもですね、ちょっと削れてしまうかなと思ったので、400番ぐらいの細かいやつにしておきました。で、写真撮ってますね、今。このビスが細かいので注意が必要かと思います。で、この接点の中にこれを差し込んで、ぐり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 と移動していくことで、接点不良を解消していこうというものになります。はい、ゴリゴリ今やっております。で、接点は2箇所で、パーツは4つあります。で、最後にですね、これちょっとオイル拭いておきました。で、こんな感じですね。綺麗に接点が復活しました。はい。というわけでですね、これを元に復旧して、再度、組み立て前に動作実験を行いました。温め実験ですね。電源つないで、この水をですね、温めてみました。で、約1分温めて、で、ここから取り出しをしましたところですね。全く温まってないという、状況としては同じでしたね。なのでちょっと作戦を変える必要が出てきました。で、接点も確かに悪かったんですが、どうも原因は他にあるだろうということで、今度部品にアクセスします。で、これ注意なのが、これかなりの電圧がかかってますので、必ず電源抜いて放電させて、そしてテスターで測ってで、安全確認してからやるようにしてください。ここにですね、ヒューズが隠れてまして、プラスチックのケースの中ですね。これ見ると、見事にですね、これ切れてまして。なので、これをちょっと新しいの調達してですね、で、ここに差し込んでいく。ただ、ちょっとうまく入らなかったので、このソケットをちょっとかしめてですね、はまるようにしました。で、もう一個はですね、このマグネトロンという、真空管になるんですけども、この部品がよく壊れるみたいなんで、これもついでに取り替えをしておきました。というわけで、ネジで締めております。はい。ではですね、仮実験ですね。これでやっていきます。
で動作としては、まあ、前回と同じですね。で実際にこれどうだったかと言いますとですね、これをこっちんとなって、そして取り出してみて、います。はい、こっちんとなって、これ取り出したところです。これちょっと見にくいんですが、かなりこれ湯気が実は立ってます。ということで、まあうまくこれで電子レンジとしては機能したということになりますので、再度組み立てを始めます。まあ、一回電源抜いて放電させて、そして組み立てになります。これ本当にその組み立てとかですね、パーツにアクセスするときは気をつけるようにしてください。まあ、ちょっとね、危ないので、まあ、プロに任せた方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい、では、ここでですね、中が相当これ汚かったですね。なので、ちょっと清掃していきます。これピカットっていう、この洗剤使ってですね、よくきれいにしていきます。で、この、シミみたいなやつは結構取りづらいんですが、洗剤いいものを使えばですね、かなり取れやすいよっていうところですね。ちょっと早送りで見ていただきましょう。これティッシュペーパーで拭き取っております。で、このプレートとかもですね、取り外せるんで、こういう機会にですね、ぜひやっていただくといいかなというふうに思います。安物なだけにですね、構造はシンプルで、そういう意味では組み立てやすいのではないかなというふうに思います。はい、これ拭いてですね、で実験を行っているという形になります。というわけでですね、電子レンジ修理したんですけれども、まあ、注意点として部品結構高いのと、まあ、内部にですね高電圧かかっているので、結論ですね、これは新しいの買った方がいいかもしれないというふうに思います。マグネトロンだけでも3000円ぐらいしますの でこれ中古というか新しいの買っても7、8000円ぐらいなので、新しいの買ってもいいのかなというふうに思いました、個人的にはですね。まあ、というわけで安全に注意しながらチャレンジしてみるのもいいんじゃないでしょうか。というわけで今回もご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。